どうもこんばんは、皆さん。本日のライバルリーです。初戦の相手の LUDICIUM さんの対戦よろしくお願いいたします。カバーバンダが相手ということで。ちなみに本日私が使っておりますチーム名は根性のフィストパーティーですね。まあ、根性のフィストっていうのは今年のコナンの映画のタイトルなんですけど、まあ、なぜ根性のフィストパーティーかということを先に軽く説明しますと、今年のコナンの映画の主役キャラクターである怪盗キッド、まあ、黒羽怪盗がゾロアークで、京極誠がルカリオということで、もうそういうことっすさ。はい、相手カバマンダ、選出多分レヒレは絶対来ますね。まあ、僕の6匹の中に相手のレヒレを一撃で倒すそうなポケモンがいないので、レヒレプラスガルドマンダかレヒレカバマンダのどっちかだと思うけど、まあ、グロスとね、カビゴンは多分来ない。なんで、ゾロワーク、ミミッキュ、ルカリオとかでいきますか。対戦よろしくお願いいたします。まあ僕はちょくちょく言ってるんですけど、コナン結構好きで、漫画も全巻、今96巻まで出てるんだっけ ?95 だったかちょっとよく覚えてないけど、漫画も全巻僕家に持ってますし、まあ映画もね、毎年公開初日に見に行ってるぐらいにはコナン好きなんですけど、まあ今年の映画、根性のフィストもね、もちろん公開初日に見に行ったんですが、レヒレとゾロアークは出し負けなのでミミックに下げます。まあ僕は何度も言ってますけど、コナンシリーズの登場キャラクターの中だと怪盗キッドが一番好きなキャラクターなんで、まあ今年の映画は怪盗キッドが結構メイン張ってたということもあり、まあ楽しめたんですけど、なんだこれ、水 Z、 あーどっちだろうこれ、カプ Z ですかねこれは。まあ、ただ、去年のゼロの執行人と、その前のカラクレナイのラブレターの内容が強すぎて、この二つマジ面白かったんですよね。映画としては。それに比べると、今年の映画は諸説あったなってのがまあ僕の意見で、まあ面白かったんですけどね。面白かったんですけど、去年、一昨年に比べると、ちょっとパワー的には弱かったかなってのが、私の感想でございます。で、これカバルドン読みでゾロアークに下げます。カプレヒレ引っ込めた。相手のレヒレ早いな。臆病とかが。はいはいはい。レヒレカバマンダですかね、これ。相手の選出。あ、レヒレカバマンダで来るんだったら、なんかこっちの選出ミスった気がするな。カビゴンとか投げといてもよかったかもしれない。これはルカリオが出てますけど、これルカリオに化けたゾロアークなので、まあ、これは僕としては願ったり叶ったりで、ステルスロック巻いてきてくれたらアドだから、バルダクミして一気にカバルドン崩しに行きますか。まあ、カバルカリオ対面ね。カバルドン側の方が有利対面ですから。うわ、引っ込んできたんだけど、相手ゾロアーク警戒して。偉すぎだろ、相手。嘘だろ。いや、ここ、いやでも出し方明らかに怪しいもんな、これ。相手からしたらもう、怪しさプンプンか。まあ、ただこれ、ワルダクミはね、ルカリオもワルダクミ覚えますから。では、まあ、関係ねえわ。このルカリオがワルダクミラスターカノン型だったら相手終わってたけど、残念ながらこれ偽物のルカリオだから。うわ、マジだり、この瞬間だけ本物のルカリオであってほしかったわ。ちょ、ナイトバーストで命中下がんねえから。ナイトバーストで命中下がって攻撃かわすとかないっすか。ないっすわ。まあ、Z 切らなかったのは、まあ、Z 切っても意味ないですか、意味ないからですね。僕的にはここ Z 切る意味ないと思ったので、ナイトバーストで命中率ダウン狙いに行った方がお得感があったので、はい。Z 切らずにナイトバスト打ちました。砂溜めが入る。で、相手のレヒレ、めちゃくちゃ素早さに振ってたから、まあ、ここまで削れとけば、ルカリオの米パンで倒せるのですが、相手の裏にいるカバルドンが、まあ、めちゃくちゃ重いということで、まあ、コナンの映画僕見に行ったんですけど、まあ、やっぱりね、その公開初日ということもあり、まあ、公開初日に僕見に行ったんですけど、人めちゃくちゃ多くて、まあ、女の人がやっぱめちゃくちゃ多かったっすね。まあ、僕、その、なんか男3人で見に行ったんですけど、まあ、多分あの日、あの時間に男3人でコナンの映画見に行ってたグループ、多分僕たちだけだと思います。はい、来たー！米パンで A 上がる。これが根性のフィスト。根性のフィストってただ言いたいだけ説あるな。コナンの映画はね、誰でも雑に見れるんで、デートとかでもおすすめなんで、はい。気になる女の子いたらぜひ誘ってみましょう。まあ、もし断られたとしても、私ライバロリーは一切の責任を負わないので、よろしくお願いいたします。これ A 上がったルカリオのインファイトでカバルドン倒せるんですかね。ちょっとダメ系します。A252、米パンで、倒せなかったんで。インファじゃ倒せませんでしたね。いや倒せたけど、
まあ 37.5% ぐらいの確率で、なおかつ相手のカバルドンが B に振ってない前提だったんで、ここ米パン打ちました。あのルカリオはそもそもカバルドンの自信を耐える可能性があるってのと、まあこんな感じであくびから入ってきてくれたら、まあカバルドンはとりあえず倒せるからっていう理由で、インファじゃなくて米パンを選択しましたけど、急所もう一旦早く当ててほしかったな。もう一旦早く急所当ててくれてたらもっと楽に戦えてたな。まあそれは言ってもしゃあないのでまたうわ終わったくせえ、これいけるかな。まあミミッキが気合のタスキ持ってるから、まあそれ次第みたいなところはあるか。まあここは何でもいいや。メガボーマンだ、ステミとかだったらいけそうだけどな。ステミの反動ダメプラスタスキミミッキのじゃれかげでマンダしばき倒すみたいな動きができそう。あ、そう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 。でここでその最初のターンにゾロアークで Z 切らなかった、利点が出てくるわけなんですよ。相手からすれば僕のミミッキが Z を持ってる可能性があると考えるはずなので、まあ、最大打点でミミッキに突っ込んでくるはずなんですよね。すなわちステミタックル。おい神起きていく神速全然効かねえ。 A プラマイゼロだから地震 OK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  地震牛舞羽休め、あと1個身代わりか、あ身代わりじゃねえ、あと1個ステミか恩返しでしょ。でステミだったら絶対打ってくる。あの地震だとミミッキュ倒せない可能性があって、開始で Z をもらうと相手からしたら怖いし、僕はまだ Z 剣を切ってないので相手はミミッキの Z の可能性を怯えなければならない。すなわちここはステミタックル恩返しでした。恩返しは反動ダメージないからやばい。これじゃれかけでいけなさそうなんだけど、いけるこれ。どうすか、神速であのダメージでしょ。際どすぎる。際どいウォッチじゃんこれ。ちょ頼む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 。へぇ、終わり。はい、直樹さん対戦よろしくお願いいたします。サーナイトがメガ進化してくるんですかね。まあ、ただ月光がとサーナイト、あまあまあまあ月光がぐらいじゃない、ゾロアークの上から殴ってきそうなの。あまあ神剣もいるけどって考えると、ゾロアークから入っておいていい気がしますね。ゾロアークから入って、月光が用にカビゴンクッションで置いといて、まあ多分ゾロアークはリザードに化けておくのが、まあ一番丸い気がするので、この選出でいいと思うんですけど。はい、対戦よろしくお願いいたします。対戦2戦目にして、すでに根性のフィスト選出、切れちゃったけど、これ大丈夫か？サーナイト、あ、これ出し勝ちですね。まあ、サーナイトはフェアリータイプ。それに対して、まあ、リザードンに化けたゾロアークは、悪タイプなので、フェアリータイプには不利なんですけど、あの、リザードンってね、その炎タイプがあるんで、あの、フェアリー技半減なんですよ。つまり、相手のサーナイトがここで選択してくる技って、エスパー技、サイコショックかサイコ禁止かわかんないですけど、まあ、エスパー技なんですよね。ってことは、あの、エスパー技はゾロアークで無効化できるので、まあ、このタイミングは実質、裏を返して出し勝ちになるわけなんですよ。くらえ！アクゼット。ナイトバースト Z。まあ、ただサーナイトはね、特殊耐久めちゃくちゃ高いから、まあ、一撃では倒せないと思うんですけど、まあ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 。どれぐらい入るだろう？ブラックホールエクリプス。まあ、この Z プラス、次のナイトバーストで落ちるぐらいまで削ってくれたらまあいいんですけど、どうっすかね。全然、おーい全然効かねえ上に相手ハイパーボイス打ってきたんだけど、炎タイプにフェアリータイプ技打ってくるってマジまあマジっていうか、相手からしたら僕のリザードンが X の可能性もあるから、エスパー技よりはフェアリー技の方が打ち得だと考えたんですかね。あー、じゃあここあえてメガ進化せずに剣の前するわ。そっちがその気ながらな。メガ進化するとそのフェアリー技が等倍で入っちゃうけど、メガ進化しなかったらフェアリー技は半減だから、メガ進化せずに剣の前を打つのがまあ丸いっていう、そういうことですわな。サーナイト引っ込めた。カバルドン、相手僕のリザードン完全に X 一点読みしてきてるんだけど、 Y だったらどうしたんだまあ X なんですけどね。まあ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 、ちょい剣の前して、まあ、カバって、いやリザ X の A ブッパー激凛カバに対して相手が HB じゃなかったら絶対吹き飛ばせるんだよな。
HB 型のカバルドンとかだったとしても、なんか乱数だった気がするんですけど、いや、ここ飛ばせるか飛ばせないか、マジで、勝敗の分かれ目レベルあるから、ここはマジで気合い入れてほしい。まあ、実質こいつ、このリザードンも青い炎をまとってるから、根性のフィストと言っても過言ではない。はい。無理やり付け足した設定。はい、最強。はい、最強です。なんか久しぶりにギザーディン使ってるけど、強すぎて笑うわ。ギルディングガルドか。あ、まあ、これね、まあ、禁止される可能性あるけど、そもそも剣の前積んでるんで、まあ、禁止にビビる必要はなくて、まあ、禁止されたとしても、2連禁止が成功する確率って 30% なんで、まあ、相手のキングシールドを下手に読む必要はなくて、まあ、ここはガンガン攻撃でいいと思いますね。まあ、そもそも相手視点からすれば、禁止読みでこっちが変な行動してくる可能性があるから、それを深読みして、ギルガルドがキングシールドを打ってこないみたいな。ことも、ほらね、ありえますから、こっちは無駄なこと考えて、何でいいと。危ねえ、これガルドのキングシールドから入ってこなかったから、あれかと思った。気合の助けとか持ってんのかなと思ったけど、そんなことなくてよかった。まあ、あとは相手のサーナイトを焼き払うだけでいいんですけど、これただ、リザードンが強いだけではないか。ゾロアーク、これリザードンが強いだけやん。対戦ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。